まな板にしようかな。まな板にします。でふぶちゃんってさ、ぺったんこじゃないよね。 K カップだよ。よしさ、 K カップもあるように見えんのね。 K カップってことはさ、 K カップってことはノエルと一緒ってことですよ。ふぶちゃんのお胸がさ、ノエルと一緒に見え、あ、なんだこれ、大丈夫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 。 でも、ふぶちゃんはある説とない説があるからさ、どうしよう。なんか結構絵によってはめっちゃあるんだよな、胸。でも、なくも見える時もあるような、でもあるんだよな、普通に。K カップだぞ、ほんとに。あ、なんか、心なしかちっちゃい気がする。回復が全然出てこないな。 待って、スイちゃんまな板めっちゃ強いのでは。スイセイ、自分の身は自分のまな板で守っていて、強いキャラで強い武器があるなら使った方が絶対いいよ。だ絶対強いもん、スイちゃんのまな板。いや、スイちゃんのまな板とか言うとなんか語弊があるけど、でもそうなんだもん、本当に強いんだもん多分。 OK？ 今ね、一生懸命覚えていつか歌わせてもらう歌枠とかでって思ってるのは、Can you be Galaxy ララ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 ラ いいよねこれ。でもちょっとね、これね、一息で歌うにはめちゃめちゃ大変なんよな。そう、ダークネスの曲な。正直 BL 本の要素ってさ、誰って言われたらさ、多すぎて分からんと思うよね。なんか結構 BL 好きなさ、コロメン結構いるからね、誰とかないよね、正直ね。マリーは別に BL そんな好きなわけじゃないと思うんだけど、マリーはエロい女だから、なんかもうBL っていうか、とりあえずエロ本をめっちゃ買ってる女のイメージがすごい。個人的にね、でもね、私が思う、いや、こいつはガチでBL 好きやなって思っている女は、私は坂又とか、スイちゃんも結構いけそうな感じするけどね。まあ、姉町が好きなら、まあまあまあ、いけるやろなってやっぱりね、いい女は BL を読んでるっていう法則がちょっと僕の中で最近出来上がってるんだよな。まあマリンももちろんさ、一般的に考えていい女だと思うんですよね。いてて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 て。でさ、坂本もさ、なんか BL を読んでるんでしょ。なんか最近言ってたよね、よく。だからさ、ちょっとさ、いい女って BL 読んでんのかな。ダメだー。これでなんかもうまがまがしい腐女子みたいになっちゃってるよ。確かに。闇の腐女子になっちゃってる。斧を振り回してですね。BL に興味がない人に BL を無理やり読ませる人みたいになっちゃってる。でも読めないよ、先に斧振り回してんだから。船長もそういうタイプの腐女子だったから、無理やり布教していくタイプの。どういうことなんだよ、これ絶対読んだ。え、無理やり読ませる。無理やり読ませんの？うん。ペコラとかにも無理やり読ませる。ダメだよ。無理やり、本人も興味がありげだった。それはでも無理やりじゃないや。なんかいいね、あずちゃんかわいいね、どっといのあずちゃんめっちゃ。本来、こういう技、スイちゃんもね、本来だったね。サイコパスじゃなかったらね、スイちゃんもこんな感じになってたんだろうなっていう世界線だね。これ世界線の話の声ね。でも、何が間違ったのか、スイちゃんは、斧を振り回すというね、サイコキャラになってしまったという感じですけれども。本来はバーチャルアイドルの星町水星もこのようなあずちゃんみたいなね、感じで戦ってたんじゃないかみたいな感じですよね、これね。いや団長さ、今だから言えるけどさ、団長ね、スイちゃんさ、デビュー当初ね、歌もうまいしさ、しかもさ、雪山人狼が団長デビューした時すごい流行ってて、で雪山人狼とかめっちゃしててさ、で雪山人狼さ、やば難しいよ。でスイちゃんがサイコパスすぎてちょっと怖かったよね、最初スイちゃん今全くそんなことないけど、デビュー当初ちょっと怖かった、スイちゃんのこと。うん、怖いよ、ひえーってなってた。私初めてさ、Vプリカをさ買ったのはさ、ノエルにスパチャするためにいつだっけな、ノエルのなんかのね、記念にね、おめでとうって、赤スパするためにね、買ったんだよ。そこで初めて、Vプリカをね、買いに行った。懐かしいね。でも上限赤スパはね、私はまだね、アンダーテイルにしかしたことがない。と溶岩バケツ、相手を少しずつダメージを与える溶岩を地面に投げる。もうなんかいいように使ってもらってるけどねいいあ、いいように使ってもらってるけどねとか言ってあいつの片手に溶岩持たせたらあかんで、もうマジで。いや、みこちの話最近ね、やっぱみこちとはその、シラケンを通していつも以上に仲良くなっているんですが、団長が3期生ハウスを前に燃やしたことがありましてですね、あれかな、マイクラのフォロサバが1個前かな、今の新しいのじゃなくて前の時かな。でそれでね、団長ね、燃やしちゃったことがあって、すごいね落ち込んだの、デビューして間もない時でさ。でもね、その1週間以内、いや次の日かな、みこちが燃やしてて、何かを自分の家かなんかを不注意で燃やしてて、その時にね、団長は「みこ先輩好き」ってなった。そう、もちろんそのね事故ね、本当不慮の事故やったんよ。ほんと不慮の事故やったんやけど、やっぱ先輩がさ同じ失敗をやってるとちょっと力強いな。そう、ありがとうみこちって思いました。みこちの家に行った時の豆腐ハンバーグは忘れられない。これがみこちの味か。めっちゃ美味しかった。しかもしかもさー、なんか今ダイエット中なの気遣ってくれたのが本当嬉しすぎて最高だなって思った。いやー、ロボチといえばね、ミコよくポンって言われますけど、ミコを認めるホロライブ1のポンはやはりミコではなくロボチだと思っている。ミコはロボチにはかなわないよ、ポンされ言うたらね。もう本当にミコは言うてエリートだからさ、いろんなところで言うてエリートを溢れ出しちゃってさ、やってるから。あ、ロボ放電かっけえ。高性能、本当に高性能なのかなってなんかちょっと疑っちまうよね。高性能ってのがあるんだったら、ミコのエリートっていうスキルもあんのかな。エリートになってこう、いいよ。さあ行きましょうね。エリートにロボコが育てるんだから、エリートになってもらわなきゃね、みこち。ポンは許さないよちょっとエリートみこち育成論始めます。そういえばね、神田さんの実の母さゆり、マイマーダーノットお塩ママの方のマイマーダー。そう、なんかね、ちょっとだけ英語ができて、そのママそれでね、よく教わったのが、海外でマクドナルドって言っても通じないよっていう、マクドナルドじゃなくてマクドナルズだよってよく言われたマクドナルズって言うんだよって。僕はね、3歳の頃から、本当に3歳の時から英才教育されてました。マクドナルズ、会長には通じた。いや、もうあれですか、友人にはもうマックで通じますかマックで通じますから、マックでよいしょ。皆さん、最近ね、そらちゃんのライブ見ましたか？ゼロ期生がね、もう MMO のエモでね、SSS をね、歌ったんですけど、皆さん見てくれましたか？なんかみこは感慨深かった。なんか昔はさ、そらちゃんと SSS をこうなんか、同じステージで歌ったらさ、感極まってさ、みこ一回さ、マジガチ泣きしてさ、放送事故みたいなことになったことあるんだよね、一回。時を感じた。昔はそらちゃんのこといじれもしなかったけど、なんか、いじれるようになったし、なんか、ゼロ期生のみんなとも仲良くなってるし、あずちゃんはもうホロライブに加入してるし、なんかいろんなことをこうなんか思い出してちょっとね、感動しましたよね。あとやっぱゼロ期生でいいなって思うた。どりゃーちなみにミコチっていう呼び名をね、作ったのは紛れもなくロボコさんであるということを皆さんご存知ですかと。だから井の中ミュージックもあずちゃんがデビューした時もめっちゃ覚えてるし、よいしょ。ねえ、スイちゃんが井の中に生えてきたこともすげえ鮮明に覚えてるからね。なんかイベントとかやってる時らへんのことも覚えてるからね。なんかやっぱこのスイちゃんとあずちゃんの横並びのセットはね、グッとくるものがありますよね、やはり。まあ、みこちホロメンのこと詳しいよねって、まあそりゃホロメンだからね。みこ自身がホロメンだから、そりゃね。そりゃねって感じだけどね。ゼロ期生がさ、こう並んだ時にさ、すごい、なんかレジェンド感すごいみたいな感じにさ、みんな言ってくれるけどさ、みこに関しては違和感があるってさ、よく言われるんですよね。ねえ。多分確かにみこも自分でちょっと浮いてるかも、浮いてると思うけど、でもそこにポン仲間というか、構成のエリート仲間のロボッチがいるから、まだね、まだ心が保てていられる、まだある。